皆様こんにちは、パソコムプラザの増田です。たった今スマホ祭りの全プログラムが終了いたしました。ラストは着物で喋らないとということで、私も着物を着て参加をしました。これおばあちゃんにもらった着物です。それから母の友人にもらった帯と、ネットオークションで買った帯揚げと帯締めです。2週間にわたっていろいろなプログラムをお届けしてまいりましたけれども、これをまた4月からの講座にも生かしていきたいと思っていますし、新しく募集をしたり企画をしたりした講座もありますので、ぜひパソコムプラザのホームページをチェックしてみてください。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。またお目にかかりたいと思います。それではまた。